ジャン・クリストフ、ロマン・ドラン。前回の続きからです。ドーハの看板や思想の体系などは彼らにとっては問題とならなかった。寛容なのは勇敢に試作するということだった。率直であり大胆であるということだった。そして彼らは斧が民族の眠りを手荒く揺り動かしていた。勇士らによって死から呼び覚まされたイタリーの政治的復活の後に、また最近の経済的復活の後に、彼らはイタリーの思想を墓穴から取り出そうと企てていた。優良社会の怠惰な臆病な無気力を、その精神的卑怯さと空疎な現実等、彼らはあたかも一つの侮辱ででもあるかのように苦しんでいた。祖国の魂の上に幾世紀となく積もり重なっている美辞麗句と精神的霊俗との霧の中に彼らの声は鳴り響いていた。容赦なき現実主義と一徹な高名さ等、彼らはそこに吹き込んでいた。はつらつたる実行を伴う明晰な知力の熱情を彼らは持っていた。彼らの場合によっては、国民的生活が個人に課する規律的義務のために自分一個の理性の思考を犠牲にすることもできたが、それでもなお最高の祭壇と真実に対する至純な熱情等を捨てなかった。強烈な敬虔な心で真実を愛していた。それらの若い人々の首領の一人は、敵から侮辱され、中傷され、脅かされながら大前自弱として答え返した。真実を尊敬した前、僕はあらゆる怨恨を捨て、心を打ち開いて諸君に語っているのだ。諸君から受けた害悪をも、僕が諸君に成したかもしれない害悪をも忘れているのだ。真実でありたまえ。真実に対する敬虔峻厳な尊敬のないところには、良心は損しないし、高い生活は損しないし、犠牲の可能性は損しないし、高潔は損しないのだ。真実という困難な義務を修行したまえ。虚偽をこととする者は、相手に打ち勝つ前に、まず己自身を腐敗させる。虚偽によって目前の成功を得たとしても、それが何の役に立つか。虚偽をこととする諸君の魂の根は、虚偽に荒らされた土地の上に、空に浮かんでいるだろう。僕はもはや敵として、諸君に語っているのではない。諸君の熱情が口に祖国の名を借りるとしても、我々は意見の相違を超越した高い地方に立っている。祖国よりもさらに偉大なる何かがあるとすれば、それはまさしく人間的良心である。悪きイタリー人たる苦痛を忍んでも犯してはならない掟が世にはある。諸君の前に立っている者は、真実を求めている一個の人間である。諸君はその叫びを聞かなければならない。諸君の前に立っている者は、諸君が偉大で、純潔であるのを見んことを、また諸君と共に働かんことを、熱烈に希望している一個の人間である。諸君が欲すると否とにかかわらず、我々は皆、真実をもって働いているすべての人々と共同に働いているのである。もし我々が真実をもって行動するならば、我々から生まれ出てくるところのものは、何が出てくるかを我々は予見することはできないか、我々の共通の印をつけているだろう。人間の精髄はそういうところにある。
真実を求め、真実を見、真実を愛し、真実に身を捧ぐる、その霊妙なる才能のうちに損している。真実よ、汝を所有している人々の上に、汝の強権さの魔法の息吹を広げる。汝、真実よ。クリストフはそれらの言葉を聞いたとき、それを自分の声の反響かと思った。そして彼らと自分とは兄弟であることを感じた。国民や観念の闘争の偶然性のために、他日敵味方となって混戦中に遠ぜられるかもしれないが、しかし味方となろうとも敵となろうとも常に同系の人間であったし、いつまでも同系の人間であるだろう。そのことを彼らは彼と同様に知っていた。彼よりも以前に知っていた。彼が彼らを知る前に、彼は彼らから知られていた。というのは彼らはすでにオリビエの仲間であったから。クリストフはパリではごく少数の人からしか読まれていない友の作品が、数冊の詩集と論文集、それらのイタリア人たちから翻訳されて、彼らにも親しいものとなっているのを見出したのだった。その後彼はそれらの人々の魂と、オリビエの魂とを隔てている越え難い距離を見出さざるを得なかった。他人を批判する態度においては、彼らはどこまでもイタリア人であって、己が人種の思想の中に深く根を下ろしていた。要するに彼らが他国人の作品中に誠意を持って深く求めているところのものは、彼らの国民的本能が見出したがっているものばかりであった。往々にして彼らは知らず知らず自分が挿入したものばかり取り上げていた。凡庸な批評家であり、熱烈な心理家である彼らは、あまりに融通が効かなくて、真実に対して最も心を寄せている時でさえも、自己と自己の熱情とでいっぱいになっていた。元来イタリーの理想主義は、己を忘れることができない。北方の無我的な無双に少しも興味を覚えない。自己に、自己の願望に、自己の民族的自負心に、すべてのものを持ちきたして、それを変形させてしまう。意識的にもしくは無意識的に、常に第三ローマのために働いている。ただ数世紀の間、その実現のために大して骨折りはしなかったばかりである。実行に滝しているそれらの見事なイタリア人らは、ただ熱情によって行動するばかりで、すぐに行動に飽きてしまう。しかし熱情の風が吹くときには、彼らはいかなる他の民衆よりも高く吹き上げられる。その実例としては、彼らの文芸復興を見るがよい。そういう強風の一つが、各派のイタリア青年の上に吹き始めていた。国家主義者、社会主義者、新カトリック主義者、自由理想主義者など、すべて希望とを意欲とを曲げないイタリア人の上に、世界の主たるローマ種の市民の上に吹き始めていった。